浮世絵に描かれた王宗船。王宗船とは、江戸時代の日本で用いられた和船の一種。半宗、焦げ宗平洋の小型の高速船で、江戸周辺で漁獲された、船魚類を江戸へ輸送するために使用された。1803年には、江戸周辺で64隻が運用中だったとの記録がある。高速航行を行うために、細長い船体と鋭く尖った船首を持つのが、 特徴である。1813年の資料によると、全長38尺5寸、幅8尺2寸、深さ3尺の船体で、3本の着脱式のマストと7丁の炉を備えていた。また、一般の半装船では炉を使用するのは、無風時に限られるのに対し、大装船では常に炉も使って、焦げ層した。大装船の名は、この焦げ層を重視した工法に由来する。 大荘船は東京湾などを航行する海船であるが、積み荷を魚問屋へ陸揚げするために、江戸市中の鹿島でも侵入するので、法的には川船役所の監督下に置かれた。他方、積み荷の鮮度を保つために、江戸へ入る船舶を監視する裏側番所で検査を受けずに通行できる特権が与えられていた。大荘船は、その高速性能を買われて、 浦賀奉行所などの警備船としても使用された。1847年には7隻の王装船が浦賀奉行所に配備されていた。黒船来工事にも警備に出動し、アメリカ艦の関西カッターを上回る高速性能を発揮した。ありがとうございます。